こんにちは方程式チューバーバですこの動画は数学さんの内容がわからなくなってしまった方先取りで数学さんを学びたい方を対象にした授業動画です今回は微分法第6回の内容は小の同関数ですなお使用しているテキストは動画の説明に URL を貼っています PDF ですのでプリントアウトされてご利用ください小の同関数というのは例えばこのような形ですね分母が GXX の関数そして 分子が F. X. X. の関数。その分数を微分した場合に、どのようになるのかといえば。分母を二乗して、分子は F. 出し X. かける G. X.。マイナスの F. X. かける G. 出し X.。つまり。分子を微分したものに、分母をかけて。 引き算することの今度は分子はそのままで分母を微分したものが分子になりますよ分母は分母を二乗したものになりますよこれって証明しなければいけませんねこの後すぐに証明したいと思いますそしてもう一つ書いてあります分子が1になった場合ですねこちらはどのようになるかといえばマイナス分母が GX の二乗分の分子が G'X ダッシュになるということですまず最初にこちらの後半部分の証明をしてから そして前半部分の証明この2つを共に証明してみたいと思いますでは早速小の同関数の gx 分の1を微分したらこのような形になることを証明していきたいと思いますまず準備しなければいけないのは平均変化率です変化の割合ですね x が x から x プラス h まで変化した時の y の変化は gx 分の1から g 括弧 x プラス h 分の1に変化するということが分かっていますつまりこのこのとから 変化の割合あるいは平均変化率は X の増加量つまり x+h から x を引いたものが増加量分の y の増加量は g+h 分の1から g+ X 分の1を引いたものが y の増加量です。そしてこの左側にリミットをつけてあげるとこれがなんと gx 分の1の微分という形の式になるわけです。 こちらの分数の分母を計算すると H になります。つまり H 分の1を横に持ってきて分子をその横、真横に中括弧で書いてあげましょう。そしてこの中括弧の中が通分されます。 水分をしてあげるとこのような形になりますよね。本来はイコールというのはまっすぐ縦に繋げていきたいものなんですけれども、紙面の関係で見苦しいんですが、このような形で書いています。ここはご了解ください。さて、この式ある工夫が必要です。それはどのような工夫をしてあげなければいけないかというと、緑のマーカーを塗ったところを、 固めてあげてそしてそれ以外のものを掛け算で G 括弧 X プラス H かける GX 分の一と書いてあげましょうすると緑のマーカーのところ少し工夫をしてあげるとすごいことがわかりますすごい工夫とは言いましたけれども現実は単純なことをやっていますつまり GX マイナス G 括弧 X プラス H の前と後ろの引き算を逆にしてあげる当然マイナスを前に出しますよねこれって一体どんなことを意味していましたかこれがものすごく大きな工夫なんです 小さな工夫なんだけれども、これに気がつくか気がつかないかが、この証明できるかできないかにつながっています。そう、それがこの話ですよね。g ダッシュ x というのは、h 分の g 括弧 x プラス h マイナス gx の h を0に飛ばしてあげたものが g ダッシュ x なんです。ピンクのマーカーで丸をつけたもの。今からリミット h を0に飛ばしていくわけですから、ピンクのマーカーで書かれたものは g ダッシュ x になるわけです。 つまり。こんなことですよね。ここまででいいかな。このピンクのマーカーのところが g ダッシュ X. になる。マイナスが前にありますから。マイナス g ダッシュ X.。そして、H. をゼロに飛ばしましたから。X. プラスゼロというのは X. のことなので。G. X. かける G. X. 分の1。 これって何を一体意味してるかといえばそうこちらの上に書いてあるこの式が出てきたわけですよね。マイナス分母が中括弧で gx の2乗分の分子が g'x になるわけです。これでまず1つ目の証明が終了いたしましたでは次にもう一つ小の同関数の2つ目とは言っても実はこれが小の同関数の主役なんですねこれが兄貴だったら先ほどは弟分みたいなものだったんですねではこちらの証明に入っていきましょう。 証明済みの積の同関数 fxgx の積掛け算はこれを微分すると f'xgx x プラス fxg'x x になりますこのことを使って gx 分の fx という分数のところを fx かける gx 分の1と形を変えてあげることにしますすると fx を微分してかけることの後ろそのままですね gx 分の1はそのまま足す今度は fx そのままで後ろ gx 分の1を微分するという形が出来上がりますこちらは gx 分の f'x と書くことができプラスの fx かける gx 分の1の微分というのはこの参考に書いた赤いボールペンつまりマイナス中括弧で gx の2乗分の分子が g'x ですからこれをそのまま書き直してみましたそしてここで gx 分の f'x の分母と分子に gx をかけてあげれば実はこちらの分母は gx の2乗になり分数を1つにまとめることができますよねつまり今回証明したかったこちらの式出ましたよね中括弧で gx の2乗分の分子が f'xgx-fxgx となったわけですでは次にこちらの公式を利用して微分をしていきましょうではまず3つの問題1つ目は y 2 x ス1分の1 2つ目 y=1+x2 イコール乗分の x3 つ目 y=x2 イコール乗分の x4 乗プラス 3X マイナス2この3つを微分されてみてください微分中は動画を一時停止してお願いいたしますそれでは括弧1番から解説を始めます括弧1番は y ダッシュイマナス分母が2 x ス1の2乗分の分子が2 x ス1の微分です 2x-1 を微分してあげると2になりますから答えですねマイナス分母が 2x-1 の2乗分の分子2になりますでは次に2番です2番は y' イコール分母が1 x の2乗の2乗ですね分の分子がまず x を微分して分母をそれにかけてあげるそのままかけてあげる引き算で分子そのままで分母を微分するという形の式になります すると x を微分すると1ですよね1プラス x2 乗を微分すると 2x になります計算をしてあげましょうと答えは1プラス x2 乗のとじの2乗分の1マイナス x2 乗が答えとなりますでは3番です3番問題よく見てみましょう慌ててすぐに微分しない方が得策です問題は y=x2 イコール乗分の分子が x4 乗プラスの sinx マイナスの2となっていますこのように 次数が分子の方が大きい場合にはすぐにやらない方がいいというのはどういうことかといえばこんな形でこの式をこんな形で式変形してあげればいいんですねつまり y=x2 乗分の x4 乗プラスの 3x マイナス2は y=x2 乗プラスの3の x のマイナス1乗マイナス2倍の x のマイナス2乗となってこれを微分するんですすると動かしますよこのような形になりますよね すると y' イコール 2x プラス3ス1の x のマイナス2乗になりますよね。ここはマイナス2かけるマイナス2が前に出てマイナス 2×x のマイナス3乗になるわけです。つまりこの後答えは y' イコール 2x マイナス x2 乗分の3プラス x3 乗分の4となります。いかがだったでしょうか。これで第6回小の同関数の解説を終了いたします。お疲れ様でした。 なお次回第7回は合成関数の微分法の解説です。